はい、こんにちは。今日は2020年8月の11日です。ですね、8月の11日9時からですね、キャンペーンが復活しているよということで来てみました。このページですね、いつものページに見えますけれども、製品のラインナップ、この2万ポイント還元の機種が、復活しています。あの時にキャンペーンが2万ポイント還元のキャンペーンが始まっていましたが、それが8月5日まででしたですね。そのキャンペーンですが再び、復活しているようです。最大2万6300円相当のポイント還元ということですね。製品を、リストはですね、この2機種ですね、この2機種ですね、最大2万ポイント還元、オンライン申し込みでですね、3000ポイントも返ってきますし、事務手数料に最初にかかる、3300円もですね、後日、ポイントで還元されると。ここに、書いてますね。対象製品プライムセット購入サポートキャンペーン2万円相当、ポイント還元対象製品が、戻ってきましたということです。アクオセンス、3ライトが2万、3619円、それから、OPPOA3 が2万ちょっとですね。他に相変わらずですね、ギャラクシーは1万7000円とかこう書いてありますけども、これは1万5000円相当のポイントプレゼント対象製品となっています。他、1万円相当のポイントプレゼント対象製品はこれは変化なしですかね。やはりですね、今回キャンペーンの対象として戻ってきたのは先ほどの、アクオセンス3ライトと、それからですね、OPPO、A5 の2020の2機種となります。こちら OPPO A5 の2020の、製品ページです。こちらはですね、OPPO リノ A のような、防水とお財布携帯はないんですけれども、確かOPPO リノ A は、多分軽さを優先したせいかですね、バッテリーの持ちが普通というか、そんなに長時間持つ設計にはなっていません。こちらの A5 はですね、その点バッテリーは持ちます。それからですね、リノ A で省略されていたですね、超広角カメラとかもついていますので、日常使いには非常にいいですね。あとですね、SIM をモバイルルーターに挿してですね、使おうと思われる方もいらっしゃるようですけれども、こちらはこれだけバッテリーがありますのでですね、実質ポイント2万ポイント、相当還元で、むしろ実質無料以下で手に入るキャンペーンが再開したこの時にですね、購入すれば、モバイル、通話しなくてもですね、モバイルルーター側に使うのもバッテリーを持ちますので、なかなか良さそうだなとは思います。そういう用途で使われる方もいかがでしょうか。次にですね、アクオセンス3ライトですね。サクサク使えて電池持ち1週間。こちらのポイントもですね、やっぱり電池持ちがいいということですね。激しく使えば多分なくなるんですけども、普通に使う分には非常に電池持ちがいいと。省電力性、液晶ですね、優れていますしですね、そこら辺はアクオスのいいところですね。基本性能も、しっかりはしていると。スペック的にハイスペックというわけではないんですけども、普通に使うには非常に良い端末です。特にですね、見やすい分かりやすいホーム画面、アクオス簡単ホームというのが、これが特徴ですね。これだけでですね、シンプルな画面構成できますので、特に深夜の方などはよろしいんじゃないかと思います。単純に電話は電話、
写真は写真というカメラはカメラというふうに、一目で分かるというボタン構成が作れると、若い人は多分いろいろいじれるあのボタンが多い方がいいのかもしれませんが、シニアになるとですねこれだけあのもう分かりやすい、ガラケーから移動してきてもですねすぐ使えそうな、スマホデザインですね。これはかなりありがたい存在だと思います。カメラはまあそれなりということなんでそれなりにお使いくださいということでしょうね、はい、あのハイエンドを求める方向けではないですが、普通の生活で、深夜でも迷いなく使える端末としてはアクオシリーズとはおすすめだと思います。ということでですね、あの今回キャンペーンが復活しましたので、これを機にですねまたあの楽天契約するんであればいい端末はないかなと思われた方はこれをチャンスにですねあの購入されてみるのもいかがでしょうか。追加でですねあの話をしとくべきポイントがありました。楽天モバイル、楽天アンリミット対象製品購入でポイント還元キャンペーンというところですが、本日ですねあの修正事項というか変更事項が書かれていました。特典のところですね、楽天モバイル、楽天アンリミットをご契約いただいて、特典対象製品をご購入にいた場合は、以下の特典を適用しますと。で2020年8月11日本日ですね、9時から以下2機種に対する特典内容を変更していますと。これ大事ですね。アクオセンスリーライト、OPPO A52020 のいずれを、かを購入の場合ですね、楽天ポイント2万ポイントをプレゼントしますと。でですね、なんかこれってどうなろうと思ったんですが、注意事項として2020年5月1日からですね2020年8月11日本日の8時59分までにご購入の場合は1万ポイントプレゼントとなりますと。ですね、7月、15日からですね、この、2万6300最大ですねポイント還元のキャンペーンが始まったと思うんですけれども、その日付がですね8月5日までとなっていました。その時は、確か、総務省とのやり取りもあったのかもしれませんが最大2万ポイントプレゼントとなっていたはずなのですが、なぜか1万ポイントプレゼントとなっていたのでしょうか。ちょっとこれは私はよく中の人ではないので分かんないんですけども、ひょっとして、7月15日から今まで、2万ポイントだと思っていた人たちは1万ポイントにさ、引かれちゃってたということでしょうか。ちょっとあの詳しい方のですね情報を後で解説を見てみたいと思います。多分どなたか解説していただけるのでしょう。はい、どうもですねこの途中でコロコロあの条件が変わっていく印象が楽天さんはよくあるので、困ったもんですね。